皆さんこんにちは、メタボです。今回で3回目になりますマイクロツーリズム丹波編、紅葉見に行こうよ。1回目は口丹波南丹市園部の、散策、そして2回目は、紅葉はなかったんですけれども丹波篠山市の篠山線跡を、ご紹介いたしました。今回は篠山線廃線跡のすぐ近くにある東光寺、ここは丹波でもかなり紅葉のメジャーな場所でございます。では早速その東光寺の境内、ご案内したいと思います。東光寺は駐車場も無料、配管料もかからないというね、もう親切なお寺ですよね。で、階段上がったところの池の子の紅葉がめちゃくちゃ綺麗ということなんですけれども、この真ん中にね、銀のテープ、これ多分おそらく取り置きやと思うんですけど、ちょっとあってね、これ映らんとなんか映せたらええ感じやねんなと、わがままを、思いながら、まあ、参拝させていただきました。本堂の手前にこう何と読んでいいかわからない建物があって、この建物とね、もみじさんよく写真で見かけるやつですね。でここをくぐって本堂が見えますが、本堂の左側は紅葉、本当に見頃で綺麗でしたよ。こんな感じです。でこの日は、参拝者も、少なくて、紅葉を見ながら降りてきました。弁当を持ってくればよかったなと思いながら、まあ、他の人に、ね、邪魔せんように撮影させていただきまして、こんな感じでね、すごい、なんていうかな、赤だけじゃなくて黄色もあってね、すごくいいところでした。公共の乗り物ではなかなか行きにくいところになるので、バスツアーとかで、来られる人が多いんですけど、バスが来られると人がごった返すらしい、なんかその口コミなんだけど、ね、バスが来ると、もみじがゆっくり見られへん人ばっかりやみたいなのがあるのでね、まあ、この辺はもう本当に行った時の運やと思うんですけれどもね、また興味のある方、丹波篠山の東光寺行ってみてください。東光寺の駐車場の下に地元の特産品を売ってはる人がいたので、そっちも覗いてみたいと思います。メタボのおっさんの歌、一人でいいですか。いいよいいよ。近づいていくと、炙っている銀杏をいただいて、まあ、それを食べながらいろいろお話聞かせていただきましたが、その中の商品ご紹介したいと思います。じゃあ食べます。クリポンとかこれとか。あ、クリポンもあるんですね。すげえ。YouTube の上だったらこれ絶対になったの。しいたけ。しいたけ。へえ。バカでかいしいたけ。すげえ。これ何にしたら美味しいですか。やっぱりすりおろし。すりおろし。はい。皮めくってすりおろして、めんつゆ、ポン酢、そこにわさび、で上に刻んだり。丹波の特産品を売ってはるのはアライブさん。アライブさんは不定期なんですけれども、梅田のグランフロントの梅ききマルシェなどにも出品されている農家さんです。丹波篠山のえもんいっぱい売ってはりました。黒豆のタイタンとかね、左はあの神戸大学と共同開発のコベグロっていう黒豆納豆ですね。ほんで右の山の芋パンはニュース10でもなんか紹介されたっていうことで、話題のパンらしいです。でこの左のこのごっつい金賞椎茸、これ有機認証を取ってるっていうことでね、なかなかそんなんあらへんでって言ってはったので1個買って帰りました。オリーブオイルと炒めて食べたんですけれども美味しかったです。アライブさんは、さっき言ったグランフロントとかね、あと吹田市内とかでもね、あの時々不定期で販売されてるので、インスタグラム、説明欄に貼っときますので、興味ある方はご覧いただければと思います。メタボのおっさんの歌。東光寺のもみじ狩り終わって、今からキロに着くわけですけれども、普通だったら173号線野瀬の方にね、天皇の方に行ったらいいんですけれども、篠山線跡を走ったあの日置の方にね向かって、日置から南に向かうと質川というね、なんていうか丹波篠山の中でも
奥座敷的な場所です。笹山市の中でも一番南東に位置して、稲川町に接してます。あの大谷アルプスランド、あの無料で使えるキャンプ場のすぐ近くなんで、キャンプとか好きな方はなんとなく場所分かっていただけるかなと思います。まあ割と大阪から近い方の笹山ですね。丹波笹山も標高が200メートルぐらいでね、割と黒豆、霧が降りるので、まあ、黒豆の産地として有名なんですけど、この質川はさらに100メートルほど標高が高いので、美味しい黒豆と、あとコシヒカリがね、なんか美味しいということで、丹波でも1、2を争う産地です。そんな質川に着く手前、あの左側に見えてきましたけど、これクアボンペっていうね、ピザの美味しいお店があります。今日は、休み、土曜日はね休みなんです。金土休みなので、また興味ある方、それ以外の日に行ってみてください。でクアボンペさん、出て、質川目指します。ここからは、ちょっと峠を越えるので道がこう結構曲がっていますが、ここを峠を越えるとその先ほど言った質川になります。でこの峠、中腹には、今はトンネルがありまして、まあ、トンネルを抜けてその先が質川になります。まあ、質川って言ってもね、道路が2つに分かれる丁字路が、まあ、ある。そこに食堂と、ガソリンスタンドと郵便局があるっていう、まあ、小さな集落なんですけれども、今回なぜそこに立ち寄るかというと、質川で作られた黒豆を使ったお味噌があるんですけれども、先ほど言ったコシヒカリ、あの質川さんのコシヒカリの米麹を使って、黒豆、質川さんの黒豆を使ったというね、メイドイン質川といっても、過言ではない、そのお味噌がね、黒豆のお味噌の中では僕は一番好きかなと思って、それをまあ買いに、このドライブイン質川に、立ち寄ります。メタボのおっさんの歌で、このドライブイン質川さんいつからかわからへんけども、ドライブインはやめてはって、もう今はその黒豆の季節に黒豆をここで売るのと、黒豆のそのお味噌と、質川さんのコシヒカリ売ってるのみになってます。で入り口にはこのように黒豆味噌販売していますということと、まあ皮付きと皮なしあるのでね、この味はお好みに応じて、あの好きな方を買っていただいたらいいと思うんですけどね。でも これ通販とかしてないから、ここ行かな買われへんっていうのがちょっと難点なんですけど、まあ行く価値あるかなと思います。こちらがその言ってた黒豆の、お味噌です。100g100円で、これ 500g500円、それを買って、今度はですね、関西の中のその秘湯というかね、あの加護坊温泉っていうのがありまして、知ってはる方はおおと思わはるかもしれませんけど、最近ね新しいちょっとなんかやぶきの、民宿みたいなのができたんかな。以前はなんか3軒しかなくて、もう1軒は廃業されてて、あと2軒ぐらいっていう話やったんですけれども、そんな隠れた温泉街がこの丹波笹山と能勢町の天王の間にあるんです。これね、昔作られたこのなんか入り口の看板ですよね。で大体この温泉と冬は、ボタン鍋、あの獅子鍋ですね、食べるプランが人気だそうで、まあ、あの日帰りの温泉と獅子鍋っていうのもありますし、まあ、大体日帰りだったら6000円ぐらいらしいんですけれどもね。で、ここが、加護坊温泉の中心部です。でもうすぐ見えてくるそのなにわ館っていうところがね、今も続けてはる、あの左ここですね、なんですけど、前なんかこの橋に鳥居があったのに今ないっすね。なんか台風で倒れたんやろうか。この今のここは廃業された、宿みたいです。でもうちょっとこの先に民宿湯の壺っていうね、かやぶきのなんか新しくできたお宿があるそうなんですけれども、加護坊もだんだん廃れていっちゃうのかなと思ったらね、なんかこんな場所でもなんか隠れ家的なことでね、ニーズはあるのかもしれません。なんか新しい宿ができててよかったなと思います。でこの、加護坊を抜けたところにまたね、これレトロな、なんていうんやろうな、アーチ型の看板があるんですよ。こちらですね、加護坊温泉歓迎って書いてある。これもなんか昭和の感じ、これもフォトジェニックな場所ですよね。
メタボのおっさんの歌。そして、加護坊温泉を抜けて、大阪府この能勢の天王に出てきて、ね、天王から173号線に合流して、原形はトンネルを抜けて、能勢の中心部、そして大阪の方に帰っていくっていうことで、3回に分けてお届けしましたマイクロツーリズム丹波編、紅葉見に行こうよ、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。